気がついたら電車来てた。早く行きましょう。いいね。そうそう。路面電車ってなんかちょっとドキドキします。なんかレトロな雰囲気が。これなんか普通のバスみたいな雰囲気なの。これしかも下がさ、これ木じゃん。木。懐かしい感じ。そこのなんかこの木の匂いがする。これ降りるときはピーで大丈夫か。わかんないよ。現金じゃない。180円で。100。なんか音がすごい。あ、すげえ。どうもありがとうございました。今日、はい、雨なのよ。まあ、じゃあ雨でちょっと残念かなと思ったら、ね、この雨の感じがちょっといいんじゃないかなっていうね感じが。この前からあんま見えることないんだ。こっち来ないですよ。危ない。すいません。来ましたよ、道後温泉。来ましたー。で、あれなんか商店街の入り口なんだけど、はい、横にある撮影台でちょっと見てみたかったんですよ。ちょっと待って、今ちょうどさ6時で、はい、あんじゃない、引退しているすげえタイミングじゃない。いいタイミングで、マトさん、すげえいいタイミングじゃない。やったあ、来た。え、行こう。え、来た。あ、ここから商店街。あ、いいね、温泉楽しみだな。なんかさ、このなんか調べるじゃん、はい、そうするとこのなんつうの、あの建物のさ、いい感じのこの建物があるじゃん。そうですね。あのなんか舞台にもなったさ。何の舞台でしたっけ。なんかあれだよ、普通に調べてあれ、うん、あとね、あれ飲みたいよね、道後ビール。おお、あ、そんなのあるんですか。こっちのビールがあるんですか。あ、知らなかった。ちょっと飲んでみたい。ここのお土産屋さんいいんじゃない。すごい、いっぱいあります。お土産屋さんね、このちょっと一回見てみよう。お土産買いましたね。ありがとうございます、ね、買ったね、俺も。なんかさ、あの絵、あの絵は何なんですか。なんかアート感があります、ね、アートだね、はい、おー、多分ね、場所ね、ここだと思うんだけど、なんかでも全然それらしい建物が。いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと回ってみて。はい、見て、やっぱこれじゃね。え、城に続きこれまたやっちゃった。まさかのやってないってやつ、改修工事中ってやつ。ちょっと待って、これちょっと待って、もう一回ちょっと回ろうよ。ちょっとあのライトアップが映える予定だったんですけど、ちょっと雨降るわ、入れないわ。あ、ちょっと、あ、こっちちょっと雰囲気出てる。
こっちはちょっと雰囲気出てるね。あ、ってんのはやってんだけど、マジかこれ。あ、いた。あ、ちょっと待って、中途半端だ。中途半端だよこれ。しかもさ、悪いけどね、多分いろいろ考えてこうね。ただちょっと待って、まだ別館もあるみたいだから、ちょっともう別館にかけよう。了解です、うん、行こう。別館見えてきました。あ、本当ですか。どれ、あれあれ綺麗だね。あ、ちょっと待って、でも綺麗じゃん。これちょっとあれね、リベンジだ、リベンジ。おお、あ、でもなんか全然いいじゃない、雰囲気ありますよ、雰囲気あります、ね、別館ほら、すごい。おお、おお、これ見た。ねえ、行きますか。行きましょう。めっちゃ雰囲気ある。すごい。これ土足禁止だからここで。はい。大広間が2階みたいなんで、はい、2階に行ってみましょう。はい。お湯はどうでしょう。良かったね。なんか大きいのと半外みたいなところに露天まで行かないんだけど、はい、半外みたいな。こっちはなんか若干ちょっとぬるめで長く入れる感じ。あ、そういうのがいいですね。綺麗な綺麗なお菓子です、ね、いただきます。うん、柚子柚子と、なんかあんこ、松尾さんらしいっす。うん、そしたら、なんか中庭出れるみたいなので、ちょっと出てみましょう。はい、やばっ、やばっ、綺麗。いいんじゃないですか、これ。下から見たのとまた違った感じですね。いやそうね、今年振り返ると、ね、去年怪我して、ね、今年試合も出なかったんで、ずっと怪我の具合もね、かんばしくなって、でも最近すごく調子よくて、
この前の動画でそのゆずきくんとかゆうとくんが来年1月に試合出ましょうって言ってくれて、でじゃあそこからちょっと練習の強度上げていこうかって言って上げ出したところ、やっぱりこの怪我したところ違和感感じまして、さあ大丈夫本格的にまた挑戦してみようかなっていう感じになったってことですね。そうだね。そう。当時の自分らしい。うん。今まさに。出してみようかなと思います。正直でも怪我の具合的には 100% からすると何パーぐらいですか今は。でも自分的にはもう 95% ぐらいなんだけど、いざやっぱ。ガチで退陣すると違和感出るから、年末年始暴飲暴食かな、だからラストでラストで楽しんで、そこから、ね、はい、次の試合に向けて何か一言ありますか。でも日本一の親父やります、お願いします。では本日でファイト、よしよし、伊藤ちゃん、もう今年もあるけど、今年どんな年だった？いい年だった。いい年でした。いい年でした。年齢的にそんな言葉でいいの？今年もよろしくお願いいたします。いやもうなんだよ。無理だよ。無理無理。無理だよ。